グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。233枚目の作品はテル・ボルフの手を洗う婦人です。作品を選んでいただいた番組監修の藤久志先生からお話を伺いましょう。藤久志です。作者のヘラルド・テル・ボルフは17世紀オランダ黄金時代に活躍した室内画の巨匠ですね。フェルメールとはほぼ同じ頃の画家で、フェルメールと同じように室内の風俗画を描いていますが、フェルメールが画面左側の窓から差し込む光を描いているのに対して、テル・ボルフは画面の手前から光を差し込ませています。このため中央の女性が着ているサテン地の服が光って見えて、彼女を浮かび上がらせていますね。彼女は手を洗っています。オランダの日常風景を描いた風俗画はたくさんありますが、これは大変珍しい情景です。テル・ボルフは室内情景を描く名手でしたね。この人の絵には必ず犬がいるんですよ。へえ、侍女に水を注がせてこういう風に手を洗うんですね。面白いわ。当時の習慣や暮らしぶりがわかるとっても貴重な作品ですね。ちょこんと座ってこちらを見てるワンちゃんがかわいい。オランダは運河の国で、日本と同じように水に恵まれた国なので、このような習慣ができたのかもしれませんね。ところで額に入った絵が2つ飾ってありますね。普通の家庭でも部屋に絵を飾っていたんです。この習慣は市民階級が台頭したオランダから始まりましたね。17世紀のヨーロッパでは各地でペストが流行していました。オランダで大流行するのはこの作品が描かれた後のことですが、当時は清潔を保つためにこの女性のように手洗いが習慣になっていたんですね。そしてこれが今のコロナ禍にいる私たちの状況と同じであることに不思議な気持ちになりますね。あるいは今のような状態になる前にこの絵は警告としてのメッセージを発していたのかもしれないですね。名画が発信する情報は貴重ですね。はい、ありがとうございました。では最後はクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はモーツァルトのピアノ協奏曲第23番の第2楽章です。この美しい作品は1786年に行われたモーツァルトの予約演奏会でピアノ協奏曲第24番とともに披露された名曲です。当時どのくらいの人が集まったのか定かではありませんが、今なら大変な騒ぎになること間違いなしですね。